では実際に、はい、エクサルとオンコートでやっていきたいと思いますの で、ね、よろしく、はい、よろしくお願いいたします。ここから参戦の、はい、じゃあ紹介していきます。はい、バボラジャパンのロンギと申します。はじめまして。危ない先に。はい、じゃあ次はフィッティングの方よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、ラケットはこれで、先ほどちょっとだけ話しました。そうですね、先ほど少しだけお話しさせていただきましたけれども、はい、まず一つは、まあ、ボックスタイプの、まあ、クラシカルなタイプのフレームを使っている方を想定して、はい、ピュアストライク VS の97か、はい、それから、みんな大好きピュアドライブみたいな感じになるんですけども、 300g とかタイプ、はい、それから、少し軽めの、はい、ピュアアイロチームを今日用意させていただきました。はい、ポリ全盛と言われている時代の中でガットに求めるものって本来何なのかってもう一回突き詰めていただいた時に、一番最初に耐久性が来る方はやっぱりポリだと思うんですね、うん、ただやっぱりスピードであったり回転であったり体に優しかったり、まあ、コントロールであったり、まあ、そういったものを考え直した時にもう一度これがどう動いてくれるかっていうのをぜひですね、うん、一回体感していただくといい方の方がもしかしたら今多いのかもしれないですね。はい、やっぱりバボラのストリング作りっていうのはあくまでやっぱり全てのラケットが対象として考えてますんで、皆さんバボラじゃなくてもですね、ぜひちょっと一回使っていただきたいと思います。はい、はい、キャッチフレーズとしては攻撃型マルチという言い方をしてますんで、本当にそのポリエステルで今1週間も経たないうちに切れる方はポリでいいと思うんですけど、うん、その張り替えて1ヶ月2ヶ月、切れないね、もっと細いのがいいねっていうんだったらぜひこれを1回体験していただくと、うん、新たなテニスが見つかるかなと思いますね。はい、このエクサルトっていうのは2つのゲージがありますんで、はい、125と130があります。勝手なイメージですけどね、このピュアドライブピュアエロ、まあ、チームでこちらの方はなんか30とかちょっといい感じですよ。そうですね、こっちもしかして125の方が良かったりとかしてるのかもしれないですし、はい、ね、まあ、そのちょっとゲージの違いなんかもちょっとお話ししながらいければと思いますので、はいはい、優しくあの笑顔がね、全然危ないもんな。マルチと言いながら結構しっかり感もあるんですね。マルチイコールすごい柔らかいイメージがあるけど、そういうのすっごい柔らかくて飛ばない感じじゃないですか。そこはやっぱり競技者向けマルチファイバーのっていうイメージはあります、うん、確かに。ちょっとずつ速くなってくるんですよ。わからないように上げてくるからね。わからないようにちょっとずつ上げてるから、嫌いもそうだね。飛んでるな、これ走って飛んでる感じもあるな。これ50だもんね。50だしけど、うん、なんか硬いと飛ばないっていう感じではないんですけど、ちょっと硬いとこ飛んでる感じがだんだん詰めてますね。やっぱマルチらしい、なんだかアシスト感はありますよね。かといってなんか打ち応えもちゃんとある。ある、あのしっかり打ってる硬さという感触はあるんで、打ち応えもあるけどちゃんと飛んでもくれてる感じはある。本当ナイロンで打ってでもしっかりこう打ち応えを感じられる、このエクサルトなんか特にマルチっていうもちろんものの中でっていう話にはなりますけど、やっぱり打った時のこの打ち応えっていうのがしっかりあって、あの適度なこの弾く感覚があって、でもやっぱりベースはマルチだよね。扱った時ちょっとこう食いついてくれる柔らかさがあって、非常にこう、僕は最初に打ったのがピュアドライブ
アイロチームって順番で打って、ちょっとラウンド系の弾く感覚の中で打った時に、やっぱりその弾いて飛ぶ感じをしっかりこう一回食いつかせてくれる、でこう一回自分がこれぐらい振ればこれぐらい飛ぶようがしっかり分かるっていうのが、このエクサルトの非常にいいところかなと思いました。はい、チアドライのエクサルトの125、テンションは50ポイントで一緒。お、あ、全然飛ぶね。お、やば。スピンだねってよく聞くんですよ、お客さんからも。でも実際やっぱりこうホールド感の中でこう引っかかってる感じっていうのはしっかり実感できるものなので、やっぱりこう柔らかさのあるものっていうので回転を意識して使っていただくのも非常にいいと思います。そうですね、まあ多分そういう方ってやっぱりナイロンって言ってもザ・ナイロンみたいな、うん、ナイロン使ってる方が多かったりするんで、逆にここは一回体感していただきたいなっていうのはあります、うん。この食いつき感、内ごたえの中に引っかかり感もちゃんと出るよっていうのは分かると思うので、ぜひそこも内ごたえの中の引っかかり感っていうのを実感してほしいなと思いました。このやっぱラウンド系ならでは弾く感覚をいい感じでこうバランスを取ってくれるマルチの優しさというかアシスト感っていうのはあったと思うんですよね。3本目、エクサルトの130、ストライクの VS はテンションが45です。 いいボール言ってましたよ、うん、ロンギさんとラリーしてて、ロンギさんも珍しくナイスショットって言ってましたから、珍しくナイスショットって言ってもらいました。今日は褒めようかな、今日は褒めるデーなんです。いやでも本当に、ボールが来てましたね、うん、でまあ今から多分ボックスの話になるんですけど、正直一番フッキーさんがボールに乗り移ってたのはこれですね。ああそうなの、はい、でなんでかっていうと、多分やっぱりこれの方が気を使ってない感じがする。あー、はい、なるほど。ラケットとストリングがこう一体化されて、うまくこう バランスが取れて好きなように打ってる感覚がすごい感じたんですよ。だからストレスなくパコーンって打って、それがそのまんまボールに乗り移ってる、もうボールがフッキーさんだと思って、たまに目合いましたもん。うわっ、フッキーさんだと思って、で強く打っちゃうんですよ。チケッスマリオ、冗談で、それぐらいすごく来てましたボールは、うん、ただこっちがじゃあ来てないからそういうわけじゃなくて、こっちはラケットの性能も生かしつつ打ってる感じ、うん、こっちはラケットの性能は生かすのはもちろんなんですけど、そもそもこのボックスタイプっていうのはボールをこう飛ばしてくれるっていうコントロール系なんで、うん、それにストリングの良さがしっかり出てるって感じがすごい伝わってきました、ね。ただし打ち方的に気にせずにやっぱ打てたのは、うん、このストライクの VS の方が一番こう、うん、ね、いい意味で気を使わないで振ってしっかり飛ばせる、うん、結構こう飛ばそうってしないと飛ばないラケットのイメージがやっぱりある中で、それがこうしっかり自分のイメージ通り振って、イメージよりも気持ちやっぱり飛んでくれたなって思ったんですね、うん、パワー感もあって、なんでちょっとこのストライクの VS ってあとハードスペックで、あ、ちょっと無理って思ってたのが、うん、ちょっと敷居が下がったような印象もあって、このマッチのバランスはすごい良かったんじゃないかなと思うんですよね。これ125にした時に、あ、もう125が一番良かったですよ。これはもう125のはすごい良かった。でもちょっとやっぱり125にすると球離れの速さとか、うん、ちょっと思ったよりも弾く感じが強く出るので、先ほど話し合ったマルチで行くんだったらとりあえず130から試した方がいいっていうのはまさにだなと思います。だからトータルパフォーマンス的に見たら僕多分選ぶんだったら130で行くと思う。エクセルもマルチのナイロンじゃないですか、はい、そこと比べたらどんな感じ？エクセルと比べると、柔らかさで言ったらエクセルの方がすごい乗ってる感が出るんですけど、打球感が柔らかい、乗り感っていうのが出て、ただ弾いてくれないっていうちょっとわがままな希望がちょっと出てきて、うん、エクセルとはそこをしっかり弾いて飛ばしてもくれるから、そのバランスがすごい良かったと思うんですよね、うん、だから競技者志向向けっていう話の中でこうしっかり当たった時に、
あの柔らかさはもちろんこうしっかりボールを出してくれるっていうところのアシストがあるっていうのもこのエクサルトのいいところなんじゃないかなと思うので、個人的にはラケットがしっかり柔らかさがあって持ってくれるこういうストライクの VS なんかの中だったら、僕はエクサルトの方が適度にこう食いつき弾きのアシスト感のバランスが良くて良かったと思います。まあ、ナチュラルがあって本当に柔らかさだけを引っ張ってきたらエクセルがあって、逆に反発性、ナチュラルの持つ反発性を持ってるものってなるとこっちに来るみたいな、はい、そんなイメージです。なるほどですね、はい、でも本当その感じが分かったので、このエクサルトのまあ先祖というか元々のその VX から始まってファイバーツアー、その過程の頃ってまだバブラーラケットはないんですよ。試合会場に行くと外人選手いっぱい来ると、うちのブースにはヘッドのプレステージがダーッとあって、プロスタッフがダーッとあってっていう時代なんですよ。バブラのラケットまだないん で、 でその頃をちょっと紐解くと、やっぱり例えばナチュラルでもプレステージ系の選手っていうのはやっぱり 1,2,5 めちゃめちゃ多かったですね、はい、ファイバーツアーが出た時も実を言うと、まあ、今現在のバブラ社の社長のお父さんにあたるエリック・バブラさんのお父さんであるピエール・バボラさんっていらっしゃったんですけど、そのピエール・バボラさんが 1,2,5 はちょっと出すとナチュラル売れんくなるかもよっていう話があったぐらいの時代だったんですね。なるほど、はい、ですけど今回は、まあ、ラケットも多様化してますから、その当時はもう本当ボックス一択みたいな時代ですけど、今はもうラウンドがあったりいろんな形があるんで、逆に言うと、まあ、ボックスタイプのラケット使う方には、まあ、やっぱり 1,2,5 の方から行っていただいてもいいですし、でこっちのラウンド系はやっぱり耐久性も少し必要になってくると思うんで、130からスタートしていただく、まあ、これがいいのかなとは思います。モニ、はい、さんなんかはどちらかというと世代的にさっきお話しあったポリエステル世代、ね、はい、そうですね、現役の時はポリから始まって、まあ、ちょっと最後はハイブリッドだったんですけど、ポリエステルの良さは耐久性がしっかりあって、まあ、しばいていけるっていう感覚は当然あるんですけど、まあ、ある程度頑張んなきゃいけない、打っていかなきゃいけないっていうのが当然あるんで、まあ、そんな中でこの、まあ、エクサルトに関しては頑張らなくてもいいっていう風に感じれるようなストリングなんで、まあ、今までちょっと頑張って肘痛いなとか、多分いろんな方いると思うんですよ。フォームが変わっちゃったりとか、もう本当原点に戻ってストリングの性能をフルに活かして、もうテニスをそのまんま素で楽しみたいっていう人はぜひ一回お試しいただきたいなっていうのがすごく感じました。原点回帰ではあるかもしれない、うん、そうですね、いろんな形でのやっぱ原点回帰、まあ、本当に自分のプレーの見直しじゃないですけど、そういうのもこうリラックスして打った時にしっかりボールが飛ばせるっていうのも大事なところだと思うので、うん、ぜひ本当に、ね、いろんな方に試していただきたい、うん、このエクサルトの、はいはい、お話でした。なんかイメージがね、どうしてもそのポリ使ってますっていうとなんか上級者マルチ使ってると、うん、ああスクール生さんかなっていうような人がいらっしゃるんですけど、このマルチは使ってる人競技者です全然、うん、なので本当にこれ一度試してほしいですね、はい、はい、これ発売は、8月の31日ですね、はい、はい、間もなくもうすぐです ね、 ね、いろんな発見と体験といいインプレだったと思いますそうですね、ロンギさんの球は今日も優しくなかった。いえいえとんでもないです、今日はもうボールに乗りつってましたからびっくりしました、もう強く叩かれてたからねここら辺痛くないですか、ここら辺があざになってるよ、いやでも本当に、はい、無理な力を入れずにコントロールもできる、いや本当そうですね、うんうん、じゃあ恒例の的当て大会ということで、はい、恒例、ストライク VS にエクサルトでピンポイントで、ありがとうございます。わかりました。じゃあボールに自分を乗り移らせて、競技させて。またはじゃあまた大塚さんに置いていただいて。あの大塚さん、やばいとこ。まあ今日は優しめでしょうか。優しめ。角角ですね。角角で。どっちがいいですか？どっちでも選んでいいですよ、言われた方当てるんで、センターです、いきます、大丈夫ですか、回ってます、回ってます、ついに行ってきます、あれ、あ、カメラ狙うんでしょ、あ、またごめんなさい、ごめんなさい、センターだから、あの、すいません、すいません、ナイスタップ、僕、あれですかね、今日当たるまでやりました覚悟しておいてくださいよ、ウェイウーバーイーツ頼みます
ロキさん力んじゃダメですよ、力んじゃ、はい、力んじゃ、あ、大丈夫、大丈夫、エクサルトの長い戦い想定してるんで大丈夫です。日没は日没あと6時間ぐらいで大丈夫まだ1時ですけど今今日予定あります？どうぞ。あ、ありがとうございます僕はちょっとね1時5分ぐらいから予定があるんでラスト3球で行きましょうか。すいません、当てます。あっ、うわー、今超えてきた。ネット高いじゃないですかそんなことない。コースは OK。よいしょ。じゃあラスト1球で、ラスト1球ワイドとかいったりするんですか。はい、ラスト1球ワイド。あ、意表をついて、意表をついて、これ当てたらいいね。さすがってなりますね。あ、いかないんだ、いかないんだ、力入りすぎてる。惜しい。もう一回いいですか。いけるいける、気がする。あっ、今日の場所がいいんじゃない。テニスじゃなくなってるもうちょい手前すればいいってことだよ。手前って全部当たるじゃあ、もうちょい手前。いやいや、今日はいいわ。じゃあ、キュッ。うわっしさっきの場所だって当たってましたね。どういうことですか、これ。ダブルチャンスこれ当たんなかったらもうね。2球目。あ、僕こんなもんですこんなもんさっきのなんか力まないで打てるっていうのをどうしたって言ったいや、それはこっちでも言ってた。あ、力んでました。めっちゃ力んでんじゃねえかって。あ、そうだ力まないで打ったらどうなんですか。じゃあ軽く力まないでやってみますか。はい、力まないで。あ、多分当たります。なんか行きそうな気がします。はい、当たります。やっぱもう頑張るのやめましょう自分でさっき言ってたそういうことだ。なんで俺やんなかったんだろうね。ストリングの性能出しましたお疲れ様からもグッドバンのサムアップいただきましたようやく皆さんこれです。頑張るのやめましょう頑張っても足つるだけだありがとうございました。ありがとうございました。本当に当たったすごい。いやでもちょっと本当にマジであるかもしれないですね。いや力んでるんですよ。ちょっとね、いやごめんなさい、マジでちょっとね力入れちゃってたんでもう力入ってるそのちょいの部分の距離がクッと動く、ね、左にずれてちょっと浅くでだから多分ごめんなさい、僕ね今日そんな感覚悪くないんで多分いつもの感じでいつもの頑張りだったんで多分本当にまあまあ悪くなかった。いや、いいサーブでしたよ。すごい、めちゃめちゃいいサーブだけど全部同じとこだったじゃないですか。そうってことはこの子に合わせられてないのは僕が悪いんですよ。頑張っちゃってる。なるほど、頑張るなって言ってるのに頑張っちゃって。打ち方も変わるってことですよね。そうです。いやでも良かったです、こういう結果がお見せできて良かったです。そうですね、はい、はい、本当にこれはデキレースではないんで。デキレースではない、ガチなんで。ガチレースなんならちゃんと釣ってるんだもう帰った。